第970回1月26日木曜日、救世軍オンライン祈祷会。聖書ヨハネの手紙1、5章11節12節。その証とは、神が永遠の命を私たちに与えられたこと、そしてこの命が御子のうちにあるということです。御子と結ばれている人にはこの命があり、神の子と結ばれていない人にはこの命がありません。イエスは十字架で死んで復活することにより死に勝利されました。コリントの信徒への手紙1、15章55節から57節。主よ、お前の勝利はどこにあるのか。主よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を賜る神に感謝しよう。死に勝利されたイエスが永遠の命をくださるので、死に対する恐れは消え去ります。ヨハネによる福音書11章25節。イエスは言われた。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。御子に結ばれた恵みを味わう歩みをしたいと思います。共に祈りましょう。今週の祈り。世に打ち勝つ信仰者として愛と祈りに生きることができますように。2、コロナが完全に収束しますように。ウクライナと世界の平和のために。永遠の命を与えてくださる神様、私たちはイエス・キリストを信じるときに永遠の命をいただき、勝利者として歩むことができる恵みが与えられております。心から感謝をいたします。あなたを信じ、あなたの栄光のために今日も用いてください。ウクライナと世界の平和のために祈ります。この戦争でたくさんの人たちが傷ついております。神様、癒してください。戦争を終わりにしてください。コロナの問題の解決のために祈ります。病気で苦しんでいる人を支えてください。神様、どうぞあなたの不思議な技が世界中で今行われますように。今日もあなたが共にいてくださり、不思議な技を行ってくださることを信じます。心から感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。